巨人阿部監督を超え1軍昇格理由、かっこよく走ってたから。指揮官は、この前のゲーム感も良さそうだったと11日の紅白戦で好調を把握。さらに12日に視察した都城でのみ、3軍地帯の紅白戦で、守備につく時にライトまでかっこよく走ってたからと指定も評価した。女子小学生か？キュンときちゃったんだよね阿部ちゃん。さすがにこれは嘘やろ。なんで喋るたびに巨人ファンをがっかりさせるんやこいつは。野球の練習よりヒサロ通った方がかっこよく走れそう。守備につく時にかっこよく走ったら一軍、史上初やろこの理由。スカウトも弓の着こなしとか見てるらしいから似たようなもんと思えば鈴木誠也でそんな話があったはず。ゴルフ、ノミニケーション、ブルペン一番乗り、バント、かっこよく走る一軍への道がいっぱいあっていいね。本当は相当な議論と計算があって発言は記者をあしらうための方便なのではないかと思い始めた。早くペナント始まって巨人ファンをたくさん絶望させてほしい。